もこんぐらい煮込めばいいんじゃないのって、もこれだけでもうまそうじゃない、これ飯にぶっかけたらネギ丼的な感じでね。とるか、うん、まっ、うん、よし。皆さんおはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。夏だね、うなにの季節来たよこれね。はい、ということでうなにスーパーから買ってまいりました。1000円、高いね。ということで、タレと山椒ついてるのかな、これちょっとね高いんでちょっとガサ増しして食うかっていうことでね、本日何やるのってことなんですかね。このスーパーのうなぎ使ってね、美味しいネギダクうな玉丼、長えな名前みたいなね、まあ、要するにうな玉丼ネギダクバージョンね、これ行ってみたいと思います。それではね、早速薬局ドラッグストアで本日も始めてまいりましょう。それではですね、まず始めていきましょうか。うなにですね、今日半分使います。だからこれね、1パックで2人前できるぜみたいなね感じですね。どうしようかな、どっちがいい、まあ、こっちの方が脂乗ってるんだけど、まあ、尻尾の方でいいかってことで、これまずね、水で軽く洗ってしまいましょう。はい、これ静かにね洗わないとあれです、崩れちゃうんでね、気をつけてください。このうなぎを洗う方法ですね、これは私が何年か前にね開発して、今ではねこれ当たり前になってるんじゃないのぐらいね普及しております。はい、軽く洗ってね、これなんで洗うのってことなんですが、これついてるタレがねちょっと泥臭いんですよね、なんかね、ちょっと劣化してる味がするみたいな感じですね。はい、洗ったら、まあ、オーブントースターとかね、まあ、魚焼き器でね、ちょっと焼いてまいりましょう。魚焼き器ですね、はい、点火一発しました。ですね、この身の方だけ、皮の方焼いちゃうと硬くなっちゃうんで、身の方だけ焼いてくれればね、OKOK です。はい、それではね、ネギダクということで、ネギダク切っていきましょう。で、ウナにですね、ウナに焼いてる間に、ネギダッキーの翼ですね、これ切っていきましょう。タッキーの翼に謝るみたいな。すいませんでした。はい、こんな感じで斜めにね、ハス切りっちゅうんですけど、ハス切りってね、検索なりね、iPhone に打ち込んでいただくと斜め切りみたいな字が出てきますね。はい、こんな感じでネギダークってことでね、このネギに入ってるアリシンで今日も元気つけようじゃねえかみたいなね、うなぎに入ってるビタミン A で目よくしてやろうかこれみたいなね感じではないでしょうか。はい、切りました。本日使ったギーネイーストはですね、そうですね、3分の2本分ぐらいですか、ネギダークってことでね。はい、あとはね、うなぎが焼けるのを待つだけでございます。うなぎの方ですね、だいぶ焼けてね、柔らかくなってきたんじゃないの。それではね、これ刻んで玉丼にするだけでございます。うなぎの方刻んでいくんですが、ちょっとまな板汚れちゃうんでね、キッチンペーパー引きました。うなぎですね、今持ってまいりましたよ。はい、そしたらね、これ好きな感じでね、切ってください。はい、ハーフィーカットするか、熱いな。熱い。はい、あとはね、適当に短冊切りね、はい、こんな感じでザクザクザクバラに切ってください。はい、切り終わりました。それではね、これ持ってバーベキューの方へゴーしましょう。先ほどの備え付けのレーターイーストンですね、はい、これ入れます。フライピンですね。はい、そしたらですね、このタレをね、5倍の水で薄めてください。ちょっと入れすぎちゃったかな。はい、そして添加一発ですね、まあ、ネギも入れちゃおうか。まあ、ネギ生で食べれるんですけどね、でもほどほどこうネギの旨味が出たところでうなぎ投入していきたいと思います。それではですね、まあ、ネギはほどほどにね柔らかくなるのを待ちましょう。まあ、俺家庭の好きなんだよな、このネギの辛みがすげえ好きなんだよっていう方はね、もうこのまま卵とじしてガツンガツいっちゃってください。まあ、でも今回はね、このネギの辛みというより甘みとうなぎの旨み、これをね、合体していきたいわけなんですよ。ちょっとね、少し煮込んでまいりますよ。
ネギを煮込むこと45秒ぐらいですか、ね、でもこんぐらい煮込めばいいんじゃないのって、これだけでもうまそうだよ、これ飯にかけたネギ丼的な感じでね。はい、それではね、この上にね、うなにですね、乗っけてまいりましょう。はい、うなにですね、入りました。いい感じでね、散りばめていただいて、はい、玉ねぎですね、なんか今日栄養満点だよね、パッカライナと、夏にはもってこいなんじゃないのねえ。はい、よくシェイキングして、さっきタレを5倍の水で薄めたじゃないですか。ネギ煮込んでる中にどんどん詰まっていくんでね、ちょうどいいお味になるんではないでしょうかと。はい、卵で閉じていただいて、まあ蓋かなんかしてください。まあ俺ちょっと生っての好きだよとかもうこのままね飯にぶっかけちゃっていいんですけど、いやいや固まった方がね美味しいかもしれません。おー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 おお、ちょっと固まりすぎた感ありますね。まあいっか、あとはねこれをね飯に乗っけるだけでございます。ただいまテーブルの方に、ネギダクうな丼ですね、運んでまいりました。市販のね、山椒と紅椒ですか、あ、市販とか添え付けの山椒ね、振らさせていただいて、紅椒をね、添えさせていただきました。それではですね、いただいてみましょう。まあこれもうまずいわけないんでね、もうだってこれ見てて味想像できますよね、皆さんね。いただきます。うん、トゥルントゥルンですかな、うなで何人トゥルントゥルン、あ、うまっ、うん、うん、いや、このネギがまたうまいのよねえ、よし、うん、おいしい、うん、いやたまんないね、ちょっと今日高いけどね、うん、しょうがない、よし、うん、ちょっとまかないさんさ、それちょっと高すぎるよ、うちの家計ではみたいなね、そういう方はね、うなぎの量を減らして、1000円のワンパックのやつをね、4分の1分割していただければ、一丼300円ちょいぐらいでできんじゃないのかみたいな感じですね。300円でできんかもしれないね。いただきます。うん、うめ、うん、最高だな。うん、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 マジうまい、うん、はい、ということで本日も最後までうむだらしまかない道場をご視聴まことにありがとうございます。本日ですね、スーパーのうなぎを使ってネギダクうな丼の作り方、テレレツーテンテカ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 テンテレレレレレンレンレンね、お送りいたしました。私うなぎ嫌いだから別にいいわって方はね作らないでください。私ネギ嫌いなのよって方はね、まあ、普通のうな丼食べてください。俺両方好きなんだよ、ネギもうなディーンもという方はね、ぜひ作ってみてください。いやーちょっと今年何ちょっとこれ異常に暑いのどうなの、ちょっとよくわかんないですけど、毎年こんな暑かったっけみたいな思うんですけど、いやまあ暑いねと思うんで、なんそういう時はね、やっぱこのね平川源内さんが言った通りに、こう夏のうなに食って元気出そうではありませんか。いやほんとくれぐれもね、あの熱射病熱中症ほんと気をつけてください。水分補給塩分補給よろしく、哀愁でございます。それではおっと、その前に皆様に一つお願いします。うなぎを一本、ノーノー、いやうなぎ一本でもいいかな。うなに大好きだからね、うん、まあね、冗談はさておき、グッドマーク1票入れていただければ、動画再生能力、再生アップの頻度が上がるかもしれません。ということで、失礼いたします。またお会いしましょう。いや、ほんとに暑いの、ほんと水分補給、塩分補給。ね、気をつけて。ね、食欲なくと飯少しは食ってよ。じゃあね、またお会いしましょう。